十分に打ち返せんキャッチャーボール何秒で作られるかということで、約3年前にやった謎企画、キャッチャー防具何秒でつけられるかということでね、今回も全く同じ場所、フィールドフォースボールマーク、そして同じ防具、ミットだけちょっと違うんですけどね、約30年前ですね。29秒75だったんで、もう全然遅いですよ、あんな。もっとね、早くつけて、3年前の自分に打ち勝っていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、3年前と同じようにね、イメージ取る。このイメージ大事だよ、これ。このね、ベルトの位置がどっか行っちゃうんですよね。冷静、丁寧、正確にね、一発でいきたい。いきますよ、よーい、スタート。ちょっと、いきなり遠い。試合いきますよ、よーい、スタート。さあ、左足軽く、左足を、ほら、ベルトが、ベルトを押す。弁当見て、ちょっと、おっそ、これもっと早くできるだろう。よし、ちょっと、このベルト、このベルトと、その調節するやつが、これもうミスった。調節するやつの方が長くて、そっちが刺す方だと思った。よし、これが大変だ、これ。まだいける。全然遅い。45秒。そう。もっといけるんだよ。ミスったのがこれ、クロスで止めちゃったのがミス。ちょっとね、短くてクロス大変だったっていうのと、パチッてする方がない方が長くて、こっち取ってあれないってなったんで、これちょっとね、作戦チェンジ。まっすぐにつけます。よーい、スタート。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。冷静。まっすぐ。いいよ、いいペース、いいペース。いける。あ、くそ、焦った今。いや、結構今いいペースだったんだけどな。最後なプロテクターの時に先を見ちゃったら、このしっかり止めるとこを見ないと、目で見ないと。次が本当にラストチャンスでやらせていただきたいと思います。頑張ります。ラストチャンスいきたいと思います。よーい、スタート。頑張れ、早く、冷静。あー、よく見て、まだいける。39秒、早。いや、今回はね、3年前の自分に叶いませんでしたが、またですね、チャレンジしたいと思います。皆さんね、何秒でつけられるか、ぜひコメントで教えてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今回は焼きあらる練習編、感想コメントもぜひ。インスタグラムでプレゼント企画もやってるんで、ぜひチェックお願いします。バイバイ。